おはようございます。Day21 朝7時20分、昨日はこの施設内に泊まってました。これは一般的にシェルターって言われてるもので、まあ泊まれるみたいな、中でカウボーイキャンプしたりみたいな、でこうピクニックテーブルがあったり、あれはベアキャニスターですね、クマボックス、あそこにはトイレがあったり、クーンクリークキャビングループ CG キャンプグラウンドだねっていうところですね。本来は多分お金払ったりするのかな。とりあえず僕は中別にそんなに清潔じゃないしね、いろんな、まあ、落書きじゃないけどサインとかしてるし、この木の下で、キャンプしました。大体3時半ぐらいかな、着いて、この先にもテント場があったんだけど、そこ行くとまた標高が 300m ぐらい上がるから、ちょっと風の具合とか分かんなくて、着いた時ここ安全だったんで、とりあえずここに泊まってました。今日は二十数キロ行けばいいかな。ビッグベアシティか、ビッグベアレイクシティのジャンクションまで多分30キロぐらいだから、まあなるべくその近くまで行って今日は寝ようと思います。今日もテントですね。テント泊です。ということで電池をセーブしながら、行きたいと思います。やりました。250マイル来ました。かけて見えねえか。難しい。とりあえず250マイルです。前全然わかんないんだよな。全部キロでやってるから。ちょっとここで暑いから着替えよう。いや、いいね、いいね。拾われた。急に街に行けることになりました。みんなは、サウスバウンド、スルーハイカーですね。超ラッキー。やったやった。ヒッチハイク。多分ヒッチハイク、さっきのヨーロッパ人4人たまたまあそこに落とした時に俺が歩いてったみたいな、乗ってくみたいに言われて初め面食らいましたね。急展開です。今朝7時20分に出発して、多分ね 2,3 時間歩いたんですよね。そしたらダートロードに降りてきて、そしたらたまたまハイカーを下ろしてるヒッチハイク終わりの人たちがいて、でそこで乗ってくって急に言われて、あれ、いや予定では明日ハイウェイ18のとこで拾ってもらって街降りようと思ってたんだけどなって言ったんだけど、まあ、充電系列もほとんどないし、いやヒッチハイク自体も大変だと思ったから、もうとりあえず乗っちゃいました。そしてビッグベアシティっていう街に降ろしてもらって、そこでまあみんながハイカーが泊まるホテルとか、そのおばちゃんに教えてもらって、でそのホテルにチェックインしてって感じですね。ちょうどねここはいい町の中心地で、美味しいレストランも教えてもらったし、ビッグベアなんとかっていうでっかい湖があるみたい、多分ねサウスレイクタホーみたいな感じですね。もう何でもある、スーパーもあるしコインランドリーもあるし、でとりあえず今一風呂浴びて、まあこれそうやね、これをバックウォッシュしたりとかで、充電はここ、今大急ぎで充電してます。で部屋の中はこんな感じ、ちょっと今散らかってますけど、でもねすごく良かったのは、今日実は土曜日なんですよ。でこのホテル恐る恐る来て教えてもらって、でいくらって聞いたら、まあハイカーは79ドルって言われて、多分普通の人は同じ部屋で150ドルなんだけど、
しかも今日土曜日で、え、土曜日なのにハイカーで79度でいいのってことで、もう即決、もう利便性もいいし、こっから歩いて行けるとこにはいいレストランがあると、もう有名なとこがあるんだけど、そこもビールが美味しくて食事もできるみたいな。とりあえず難所を抜けてほっと一息。いやー、よかった、いい人に、もう本当のトレイルエンジェル、こういうのがっていう感じです。とりあえずコインランドリー、25セントが8枚かな、30分洗います、ドライヤーは抜きでね。ちょっとすぐそばにあるメキシカンでも行くかな、まず。今こんな感じです。相方と電話中。ビール来ました。楽しくやってます、つかの間の休息。これ食います。なんだろう、シーザーサラダ with ステーキ。これうちの猫です。そう、これうちの相方です。そうです、ユーゴチューブになってますね。ステーキサラダ$18、ビール2本$16、違ったっけな。で、まあタックスがついて、なんじゃらかんじゃらで$38支払いました。で、今回してます。はい、まだ生乾きですけど、一応ドライヤーも終了させました。Z-PAX のこれなんだ、フードストレージバッグを使ってます。じゃあね。